処刑のの話フフランスカフカ前回の続きからですそれが終わると将校は囚人に興味がなくなったようで旅人の方へやってくると再び小さな川の書類入れを取り出した。 中の紙をペラペラとめくって自分の探している紙を見つけるとそれを旅人の前に差し出した読んでください将校が言った読めません旅人が言った前にも言いましたが僕には読めません じっとつぶさにごらんください将校はそう言うと旅人の隣へ行って一緒に読もうとしたやっぱり読めないことが分かると指を紙からかなり離れたところに持ってきてできるだけ触れないよう気をつけながら旅人の助けになるよう文字の形に指を動かした旅人は 証拠の気持ちに添えるようできるだけ読んでみようと努力をしたがどうしても読めなかったするとこうは字を一文字ずつ読み始めて最後に全部つなげて文にした「正義をなせ」と書いてあります。証拠は言って もうやめますね。旅人がよく見ようと顔を近づけると将校は触れるのを恐れて髪をさらに遠ざけた旅人は何も言わなかったが依然として読めないままでいることは誰の目にも明らかだった「正義をなせ」と書いてあるのです。 将校が繰り返した。たそうかもしれません。旅人が言った。あなたがそういうのならそう書いてあるのでしょう。それで結構。将校は多少なり満足すると髪を持ってはしごを登った。 そして髪をそっと製図屋の中に設置したそれから傷んだ歯車を直そうと大変骨の折れる仕事に取り組んだこのからくり全体を取り扱わなければならないので将校の頭がすっぽり製図屋の中に入って消えてしまうことも幾度かあったそこまでつぶさに それぞれぞの歯車を点検しなければならなかった旅人はずっと下からその作業を見守っていたが首が痛くなった強い日差しのせいで目も痛くなった兵士と囚人は自分たちのことで精一杯だった囚人のシャツとズボンが 穴の中に落ちていたので兵士が銃剣の先を使って引っ張り上げたシャツは汚れ放題になっていて囚人がバケツの水で洗った囚人がシャツとズボンに着替え終わると兵士と囚人は大声で笑った服の後ろ側が ズタズタに切れていたからだ囚人は兵士を楽しませるのが義務であるとでも考えているのかボロボロになった服のまま兵士の周りをぐるぐる回った兵士は地面にしゃがみ込んで膝を打って笑ったこれでも2人がいることを気遣って抑え気味にしていた はしごの上の将校はようやく修理を終えるとほほえみながら周囲をぐるりと見渡した一つ一つを見落とさないように上がっていた製図屋のふたをパタンと閉めたはしごを降りると向こう側行って穴の中を見た それから囚人の本を見て服を取り戻したのを確かめると満足そうにうなずいた水で両手を洗おうとバケツのところへ行っただが水をのぞいてみると悲しいかな手を洗うにはバケツの水はあまりにも汚すぎた 結局、代用品としては満足はできないが仕方あるまいと砂の中に手を入れて汚れを取った将校は立ち上がって両手で軍服のボタンを外したその際襟の間に挟んでいた2枚の婦人用ハンカチが落ちた「これはお前のハンカチだ」。 将校が囚人に投げやると旅人の本を向いて弁解めいた感じで言ったご婦人方のたむけなんですよ軍服の上を脱ぎ終わると大急ぎで下に取りかかり丸裸になったすると今度はその軍服をとても丁寧に畳み始め 上着の銀モールに至っては指でなでつけふさ飾りもきれいにそろえたそれは将校の細かい性格を表しているように見えたが一つ一つの整頓が終わるとその次の瞬間不機嫌そうに素早く穴へ服を投げ込んだ今や将校が身につけているのは釣りひもと それに刺されたサーベルだけだった将校はサーベルを鞘から引き抜くと二つにへし折って折れた剣と鞘と釣り紐、みんなまとめて穴へ投げつけた穴の下の方から金属がぶつかり合うような音が聞こえた将校が 丸裸で立っていた。旅人は唇を噛んで黙っていたこれから何が起こるのかそれは分かっていただが旅人にそれを止める権利はない将校が愛しているこの裁判制度がまさに今滅びようとしているのならもしかすると 旅人が自分の信念に従って取った行動のためかもしれないか将校がこれからすることは全く正しいことであった旅人も同じ立場にあったら同じことをしただろう兵士と囚人はどういうことなのか最初分かっていなかった 目も向けることすらしていなかったただハンカチを返してもらったので喜んでいるばかりだったしかしそう長くは喜んでいられなかったふいに兵士がハンカチをさっと取り上げた囚人は兵士が 腰のベルトに押し込んだハンカチを引っ張り出そうとしたが兵士もそうはさせまいとし2人は冗談半分に争ったやがて2人は将校が丸裸になっていることに気がついた状況が大きく変わったことが徐々に飲み込めてきたようだった 自分に起こっていたことが今度は将校に起こっているもしかすると将校は最後の最後まで行くかもしれないあのよそ者の旅人がそういうふうに命じたのかもしれないこれは立派な復讐じゃないか自分はもう苦しまなくてもいい代わりにあいつが逆襲される 囚人のの顔に満面の笑みが浮かぶ将が機械にわった。将校が機械をよく理解しているということはもはや疑いようのないことだが今になってこの機械を巧みに扱いそしてその意のままに動くということに改めて感心するのだった。 ただ手をマグワに少し触れさせるだけでマグワは上下動を繰り返し正確な位置にとどまってあとはそれを受け入れるだけだった将校がベッドに手をやると直ちに震え始めたウェルトの線が近づいてきて本当は口に含みたくないというように。 将校は一瞬ためらいを見せたがすぐに気を取り直してフェルトを口にくわえた準備がすべて完了したただ革ひもが放っておかれたままだったが何の意味もないものだった将校はしばらくとも逃げる恐れはないからだしかし 紐が結ばれていないことに囚人が気づいた囚人の考えによると革紐をくくらなければ処刑が完全ではないらしい囚人は慌てて兵士に合図をして将校を縛りつけるためにかけていった将校はすでに片足を伸ばして 製図屋の電源を入れるためにレバーを倒そうとしていたその時将校は2人が駆け寄ってくるのが目に入ったので片足を引っ込めて固定されるがままにしたそうなると当然将校の足はレバーに届かなくなる兵士も囚人もそのことに気がついてなかった 旅人はもう手出しはしないと心に決めていたしかしいらぬ心配だった革ひもが止められると即座に機械が動き始めたベッドが震えて針が肌の上で踊った幕グが上下にふわふわと移動する 旅人は動く前から地面だけを見つめていたがしばらくしてからハッとしたキーキー音を立てるはずだった製図屋の歯車が何の音も立てていなかった静かでほんのわずかな音もしていなかった動きがあまりに静かなので注意が機械からそれてしまった 旅人は向かい側の兵士と囚人を見合った囚人の方が生き生きしていて機械に興味津々らしくある時は身をかがめてある時は背伸びをして絶えず人差し指で兵士にあれやこれやを示していた旅人はその光景を見て 不愉快なな気分になった。最後まで見届けると決めていたのだが2人をこれ以上見るのだけは我慢ならなかった出て行ってください旅人が言った兵士はそれに従おうとしたが囚人はその言葉を何か刑罰のように感じたのか 手をを組んでここにいられる弾丸をした。旅人が受け入れられないと首を振ると囚人はひざまずいて頼み続けた旅人はここで命令をしても無駄だと思って力ずくで二人を追い払おうとしたその時上の方から「 製図屋の立てる不協和音が聞こえてきた旅人は見上げた歯車が動作の妨げになったのかしかしそれは違っていたゆっくりと製図屋の蓋が持ち上がってパタンと一人でに開いてしまったそこから歯車の歯が 姿を現してぐんぐん歯車が上がってくる間もなく全体が見えるようになった何か大きな力が製図屋の内部を押しつぶしたようだったその結果歯車の居場所がなくなって製図屋の端に回転しながらやってきたのだ。 上がりきった歯車がポろっと下に落ちたある程度砂の上でコロコロと転がったかと思うとペタンと横に倒れたすぐに代わりの歯車が上がってきた大きいのやら小さいのやらがろうじて見えるくらいのやらが 次から次へと上がってきてはみんな同じように落っこちる。いくらなんでももう製図屋の中は空になっただろうと思うとさらに新しい歯車が現れたり中にはいくつもの歯車が組み合わさってやってきたりすることもありそれから下に落ちて砂の上を転がってパタンと横になる。 この出来事のために囚人は旅人に命令されたこともすっかり忘れて歯車に心を奪われてしまった囚人はつかみたいという気持ちを抑えきれず兵士に手伝えと早やしたてつつも自分で手を出そうとしたしかし次の歯車がすぐに出てくるためびっくりして手を引っ込めた。 また歯車が回りながら出てくる間は怯えて全く手を出さない一方旅人は大変心配していた機械はもうポンコツと言ってもいいような状態になっている何事もなく動いているように見えたのはほんの幻に過ぎなかった旅人は将校の面倒を 自分が見なければならないような気持ちになった。というのももう将校は自分で自分のことは何にもできなくなっているからだ。